14人の命を奪い、依然12人が行方不明となっている重大事故の証拠物でもある船体はシートで覆われていましたが、カズワンの船底がはっきりと確認できます。後ろ側の船底に今穴のようなものが見えます。わずかに見えた穴、沈没との関連は。専門家たちに考察してもらいました。もう一掘り。昨日カメラが捉えたカズワンの船底の損傷は、後部に穴が1つ、傷やひびのようなものが2つでした。気になるのはやはり穴です。元海上保安官で知床半島周辺の海にも詳しい海上災害防止センター理事長の伊藤博康さんに聞きました。穴の様子を見るとですね、下からこう突き上げたような形で穴がへこんでいるように見えますので、何らかその下から上にこう力が加わったかなというふうに見ています。そうするとですね、船が海底に落下した瞬間に何か硬いものに当たって穴ができた可能性も一つありますが、非常に不可解な穴ですので、この辺についてはですね、専門家の意見をしっかり聞いた方がいいと思います。伊藤さんは船が沈没し海底にぶつかった際に穴ができたのではと推察しました。一方で穴の位置や形状から別な可能性を指摘するのは、水難事故の専門家で船体の材料などにも詳しい斉藤秀俊さんです。穴がね、やっぱり四角い穴っていうところがかなり気になるんですよね。直線的にスパッと切れてて、で切り口からは、ガラス繊維だと思うんですけどね、繊維状のものが見えてるわけですね。ああいうね、壊れ方を FRP がするときって、要するにね、ザクツっていう現象から割れっていう現象に入ったときにああいう割れ方するんですね。ザクツっていうのはね、あの形、ほぼ穴の形と同じものが長時間ね、強い力で当てられるっていう現象なんですよね。で最後とうとう耐えきれなくなって、バリッとこう割れていくわけですよ。同じ部分に長い時間強い力がかかり、その部分が弱っていく、座屈が起きたという指摘です。カズワンの運航会社の元従業員も私たちの取材に、冬に保管する際、船底の強度の弱い部分を台座に当て穴が開いたのではないかと話しました。これは去年4月、海に下ろす直前のカズワンです。船底に擦ったような傷跡が残されていました。撮影したのは漁船などに詳しい人物で、船底の傷み具合やメンテナンスの悪さに驚いたと語っています。こうした情報を総合すると、船底の穴が冬の船の保管に関係していた可能性もあり得ます。昨日陸に揚げられたカズワン、沈没の原因究明は一気に進むのでしょうか。4月23日、知床半島沖で沈没し、昨日陸揚げされた観光船カズワン。沈没の原因の究明について、元海上保安庁幹部で日本水難救済会常務理事の遠山敦さんは、そう簡単にはいかないだろうと指摘します。いくつか船底にこういう傷穴があるんでしょうから、それを一つ一つの確認してですね、それがいつの段階でどういうその原因で起こったのか、そしてそれがその沈没に至るような、その原因になるような傷なのかというのを、これ緻密にですね、今後調べていくということになると思います。いくつかまだ穴があるなんていう情報もあるんですけれども、船が沈むということは必ず船内に水が入ったということですから、船にある全ての穴、それから亀裂、それから船体の上の方にあるそのハッチとか、扉とかですね、これがどういう状況になってて、そこから水が入った可能性があるかというのを全部これは確認する必要があると思っています。
今回の事故の経緯を顧みるとですね、どれくらい特定までにかかると推測されますか？その沈んだ原因というのが、その物的に、その物証的に分かってないというところ、それからどういうルートを走ってきたのかというのも分かってないということで、その非常にこの特定する事故の原因を特定するその証拠というのはほとんどないんですね、今の段階ではね。だから私の経験上から言うと、まあ、早くても半年、まあ、1年前後ぐらいかかるのが通常のパターンじゃないかというふうに思いますね。はい、まあ、専門家に実際話を聞いてみると、この事故の原因究明にはまだ時間がかかるということなんですね。でちなみにですが、過去の例ですが、1985年8月に起きた520人が犠牲になった日航機の墜落事故では、事故原因特定した調査報告書が公表されたのは1年10ヶ月後でした。そして画面右側です、2005年に起きた JR 福知山線の脱線事故は調査報告書が出るまで2年2ヶ月かかりました。まあ、両方とも運輸安全委員会の事故調査ということになりますが、やはりしっかり科学的に検証すると時間かかりますね。そうですね、やっぱりこれだけやっぱり時間がかかるとなると、まあ、ご家族の方の精神的な部分 の, このケアだったりとか、そこら辺、まあ、まだ不明な方も当然いらっしゃるので、だからそういう方々の精神的なケアをやっぱり大切にどうにかしたいなっていうふうな気持ちになりますね。そうですよね。まあ、あとね、本当私たちはこの原因究明を、まあ、言ってしまえば待つしかないわけですけど、でもその間にできることって言ったら、まあ、原因がわからないからって、まあ、過度に恐れすぎないっていうところもあると思いますし、まあ、本当に観光に非常に影響が出て、どうやったらみんながこう不安な気持ちをなくしてアクティビティに参加したり観光に参加できるのかっていうのを考える時間にした方がいいのかなと思いますね。まずは目の前の安全対策をこうみんなが納得できるようなものを、仕組みをまず作って欲しいですよね。やっぱり今金城さんが過度に心配するっていう話ありましたけど、でもやっぱり原因がわからないことには、ね、他の業者さんも心配っていうのはどうしてもやっぱつきまといますよね。そうですよね。本当海か陸か山かとか、まあ、関係なくね、本当改めて北海道観光地なんで、はい、一つ一つこう丁寧にね、もう一回それは安全なのかっていうところを、関係各所でやってほしいなとは思いますけれども、ただこの事故原因の究明分かった先には、今度その事故が誰の責任であったのかというステージにも移っていく。そう考えると、やはり今回の沈没事故というのはまだまだ道のりは長いと言えそうです。